共和党鳩山幸夫日本は韓国に無限に謝罪し続けろと要求韓国の中央日報によりますと共和党の鳩山幸夫さんが先日韓国にて次のような発言をしてしまったことが明らかになりました戦争で敗れた国は相手がこれ以上謝る必要がないというくらいに相手に気持ちが伝わるまで 繰り返し申し申訳なななないいいという気持持ちで無限責任論を持たなければならない日本はもう少し冷静になる必要があるとなっておりましてこの鳩山さんの理屈でありますと例えば中国共産党によるウイグルやチベット南シナ海に対する侵略も正当化されてしまい侵略を受けている被害者の方々が被害を受けている国が悪いということに なってしまいますが鳩山さんはこういった論理の破綻を理論の破綻を理解されているんでしょうかそもそもですね日本は韓国と戦争をしておりませんまた当時の朝鮮半島では大日本帝国軍が志願兵を募ったら倍率60倍にもなり大人気だったという事実もございます こういった国家間の問題は、最後の最後は究極の外交手段である戦争で解決するしかないという事実はございますけども、鳩山さんにはぜひともまずは日本と韓国は戦争をしていないと。さらに、戦争で敗れた国が全て悪いんだというのであれば、今現在進行形で侵略を受けている国々が、 一方的にですね、悪いことになってしまいますので、ぜひとも、鳩山幸夫さんには、政党の代表を、政治団体の代表を務め、務められるのであれば、最低でも、このような無茶苦茶な主張を二度と繰り返さないように、無限に反省していただくように、お願いいたします。以上になります。 ご清聴いただき、ありがとうございました。